田中義介は、江戸時代前期の大名、旗本、菅沼正しの蜂を、徳川秀忠の近州となり、大阪の陣営も出陣し、秀忠の帰下で軍港を挙げた。現那8年8月、秀忠の命により、死死がいなかった筑後柳川藩田中家主流の田中、義雄の娘婿となり、定官から義介と改名、家督を相続し、大見国康軍。 三河国田原、上野国神殿など二万国を領する。翌月、古障頭に昇進した。古障党在任中の玄羅9年9月18日に、古障組の同輩、三宅東五郎が罪を犯して処罰されると、組頭として連帯責任を負い、除風となった。二年後の官営二年に謝面されると、倉前二千秒を給され、古障院番として起用される。 後に大万党へと累進を重ねた。この際に蔵前を改め、数作日下巡軍、阿毛軍、安房国朝日名軍の三軍において三千国を加増されて、都合五千国を治療することとなった。明歴を年に一月九日、没、去年五十九。当初は小宝に恵まれず、聖火、菅沼家から六兄、に、吉の三男である貞房を養子に迎えた。 ところが、寛永12年7月4日、その定房が10歳で病死した。後に授かった実施からは、田中家が代々用いてきた、通り寺の基地ではなく、聖家、菅沼家の邸に服し、着死には、定格と名乗らせた。田中家は、定格の代で二千0国を加造され、7000国を、治療した。その後を、着難の定権が相続した。しかし、 元禄15年、帝剣のこの忠しやすが、狂気により海域となり、同族の帝剣が妙跡を相続し、子孫は500票の旗本として存続した。ありがとうございます。